最初に脚本を読まれた時にはどう思いました？そうですね、私はすごくびっくりというか、すごくこの映画は思春期の女の子たちの心の感情をすごく繊細に描いているので、ここまで描いて、それで私はすごく不安になって、私こんな風に表現できるのかなっていう気持ちでいっぱいになりましたね。はい、いかがでした？私もミキさんと同じくすごく驚いたんですけど、なんかすごく物語が 生しくて、あ、でもそういう変な意味じゃないそういう意味じゃなくて、もう実際お二人共演してみて、お芝居してみてどうでした？すごく美里ちゃんは本当に不思議で天然で面白い本当です。自分ではすごく普通でって言ってるんですけどね、監督も本当にこの辺じゃあ天然ですよですごくなんだろう、私に持ってないものをいっぱい持っているので、すごく憧れというか尊敬する部分がいっぱいあって、そういうところをすごく尊重しながら頼りながらすごいやっていたんですけど、はい、恐縮でございます年下なのに全然でも私は最初すごく器用な方なのかなって思ったんですけど、意外と繊細なところがたくさんあられまして、はい、すごく、でもすごい頼りがいがあるので、めちゃくちゃ今もほのかちゃんがこうやって立ってくれているので、私はこうやって自由にやらせていただいてるんですけど、本当に頼ってお芝居してました。はい、なんかいいコンビですよね。コンビと言っちゃいけないのかもしれませんけどでもね、スクリーンの中でもね、本当にお二人の姿っていうのもね、素敵にね気づいてますよね。ありがとうございます。そうですね、ずっと撮影中はなんかモヤモヤしてました。表に感情をなんかもう出せない、殺してしまうような偽るというか、もうそうでしか生きれないみたいな、でもそういうのは誰にでも少しはあることだと思うんですけど、とあるシーンですごい大きな声を浴びせられるんですが、本当に怖かったです、はい、あんま言葉数多いキャラクターでもないんですけれども、はい、もう女優さんとしてはこうね、妙に尽きる役どころなのかなって思ったんですけど、難しかったです監督見てもらえば分かると思うので、そう、もっと見ていただけたら分かると思います。はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。